子供の頃から車が好きで、将来は車に携わる仕事をしたいなと思ってて、熊本地震をきっかけにやっぱ熊本に残って働きたいなと思ってこの会社を選びました。まず自分が知識をつけて、分かりやすい言葉で説明できるような整備士になって、まあ、お客様からもちろんですけど社員とか皆様から信頼される整備士になりたいと思ってます。立派なエンジニア目指して頑張るぞ。おお。熊本トヨタ自動車本店特設会場で4月29日30日熊本トヨタの車釣りを開催します。ラジオの公開生放送やお子様も楽しめる GS カート乗車体験、タイヤ交換チャレンジ、チョロQのペイント工作などイベント盛りだくさん。また PHV の使い方、トヨタの先進安全機能体験など車が好きになる2日間、ゴールデンウィークは熊本トヨタへお越しください。